叶えるコンシェルジュ協会立ち上げまでの、まあ、歴史を振り返りながら、まあ、イットという話をさせていただきたいと思います。その中で一応ですね、キンダーガーデン創業する前は、府内総合研究所という会社でコンサルティングをしてましたので、皆さんがこれからその占いおよびカウンセリングというお仕事についてご自身のお役に立てるようなお話も持って帰っていただけたらなと思いますが、最初はですね、私のお話にお付き合いいただく形になるかと思います。よろしくお願いいたします。立命館大学を卒業しました。でその後に新卒でそのまま府内総合研究所というコンサルティング会社に入社しました。府内総研ご存知の方、あ、みんな、あ、なかなかの知名度ね。一応ですね、国内独立系のコンサルティング会社では最大手ということで、そこにですね、運がよく入社できて、コンサルティングとしての社会人キャリアをスタートしました。でそこからですね、不動産事業部にて、まあ、トップセールスと史上最速の昇進を記録っていうふうに一応書いとかないとなんとなく箔がつかないかなと思って大したことじゃないんですけど、させてもらって、でなぜかですね、ここから突如占い師を目指したわけですね。2013年、結構真剣に勉強しました。集中力が集中するタイプなので、2ヶ月ぐらいかな、真面目に西洋占星術とルーンキャスティングと、勉強したんですけど、まあ、適性がないことから断念、占い師になる道を諦めました。でそれからですね、占い師のプロモーション動画制作をフリーランスとして開始しました。その時は本当にいつもでっかいリュック背負って歩いうろうろしてるタンクトップの子誰っていう感じね、カルラさんカルラさんが一番古いかな、この中だと。でそう、そう、本当に必死に名簿を集めてテレアポして突撃するっていう占い師の先生がテレアポして捕まったんですか、はい、草の根を分ける営業から実はキンダーガーデンは生まれてます。でそこでですね、お客さんの娘さんですね、お客さんの占い師さんのお嬢様が、占いで育ったという占い師さんのお母さんが占いで稼いだお金で育て上げたお嬢さんっていうのがいまして、後ろにいるあの子なんですけどトニちゃんが夏にですね、アルバイトとしてうちにお手伝いをしてくれるようになりました。でそこから、同年9月に現副社長林ですね、そこに座っている林さんの出資協力を得て法人化しました。で実は林さんは私が府内総研にいた時のクライアントです。私がコンサルティングをさせていただいてた企業さんの経営者の方です。で、縁があって、面白いことやってるじゃないかということでお金を出していただいて、私も自分なりにお金を集めさせてもらって晴れて法人化しました。で2015年、まあ、大手企業のアライアンスだったりとかいろんな大きい話をですね、サンドさんのティーアップがきっかけで獲得し、現社団代表杉谷さんですね、こちらに座っておられる杉谷さんにも出資協力を得て、社団法人叶えるコンシェルジュ協会を設立で、サンドさんとも再会して正式にメンバーに入っていただきましたって、こう書くとめちゃくちゃ順調やんけって感じするんですけどもう本当死ぬほど大変だったんですよ。でその前にまずなんでこう突然現れた、私のキャリアに突然現れた占いっていう話ですよね。ここを皆さんにお話ししたいと思います。全ての核になるお話なので、皆さんにぜひね持って帰って、こんな面白い子がいるよって人に話してもらえるように仕上げたつもりなんで、みんな泣かそうと思って考えてきたんですけど、私が泣く確率が一番高いそんな感じです。まずですね、府内総合研究所ってどんな会社かってイメージありますか？ですね、年間で取れた休日っていうのがだいたい15日から30日ぐらいでした。月で本当にパソコン一度も触らない日が1日か2日あったかないか、パソコンを触らない日がこれぐらいですね。なんで月本当に毎日働いてました。それが丸4年間続いて、1日の時間のループでいうと、始発で私北は札幌、南は鹿児島までクライアントありましたので、毎日始発で新幹線飛行機乗って全国飛び回る生活で、帰ってきて事務所に一回戻って、後輩プロジェクトがいっぱい動いてますので、プロジェクトのメンバーの後輩に指示を出して家帰って、はめでシャワーを浴びて、移動中の新幹線でまた寝るっていうのがですね、軽く 4,5 日は続くんですよ。そういう生活を
送ってまして、で私一応その先ほどお伝えしたように数字の記録出してるたんですけど、あの知ってます、童話とかであの親より先に死んだ子供が川べりでこう石を積み上げてもう少しで天国に行けるっていうところで鬼がやってきて倒しに来るという、それぐらいですね、あの厳しいノルマを毎年更新されてました。例えば800万稼いだらじゃあ来年は1500万いけるよね、1500万達成したらじゃあ来年は3000万いけるよね、そういう、毎日で数値管理もですね、毎週の、数字の報告見込みで顧客リストの奪い合い、やっぱ一人当たりの集客コストっていうのがコンサルティング業界ってものすごく高いの でその名簿っていうものの奪い合い、まあこの現場はですね、三道が私と同じ会社に勤めていて私の現場での働きぶりも見てたので壮絶でしたよね。今でこそこんなちょっと顔柔らかい、まあ、先週病気して倒れたって感じですけどねあのこんな顔じゃなかったんですね。本当にその顔は笑ってるけど目は笑ってないと言いますか、特にやっぱ女性なので、あの男性のコンサルタントは正直言って3日帰らないとか4日帰らなくても、まあ、体だけ拭いといたらなんですけど女子も同じことするんです会社で体拭くだけとか、どうしても出張の時はトイレで頭洗ったりとかっていうふうなこともするぐらいの生活をずっとして歯が3本抜けて抜けました。1本あともう1本インプラント入れたいんですけどね、はい、まあ、そんな感じです。でそういうところで、まあ、厳しい人間関係、やっぱりですねそういうことを課せられると人間関係でギスギスするんですよ。あの仲良くはできないんですね、みんながライバルなので社内競合もものすごく激しいと。その中で私たくさんのものを失いました。あのまあその大学の時からつけてた彼氏とも当然別れましたし、家族との交流もほとんどなかった。で大学の友達と遊ぶこともほとんどないまま3、4年生活して、ただあの私がその府内総研は悪くないんですよ、その環境の中での私の働き方が悪かったんですけど、私がその会社でのキャリアの中で失った最大のものっていうものが健康な精神だったんです。病んじゃったんですよ、こんな生活3年続けてたら具体的にどういうことかというと、あの仕事の自分の人生の中の、ほとんどを仕事が占めますので、仕事以外の自分の価値っていうものに関して全く神経が麻痺してしまっている状況なので、数字を追いかける、クライアントと営業をかける、支援先に出かけるっていうところ以外の自分の価値っていうものを全く持って忘れてしまった状態で倒れてしまいました。でその時っていうのはあの、まあ、病院に通いました、薬も飲みました、まあ、うつ病ですね。で、そんなに珍しいことではないと思います。今の世の中たくさんの方がうつ病にかかって寝込んでしまったりとか、自分の価値っていうものを分からなくなってしまったりとか、ただ私自分は絶対うつにならへんタイプだと思ってたんですよ。うつになった後輩がいるって聞いたらアホちゃうとか甘えやろと思ってたんですね。そのうつになんかなるやつが悪いぐらいの自分がまさか動けなくなるなんて1ミリも想像してませんでした。でその中で私何したかっていうと占いどっぷりハマったんですよ、うつの時に。でその時にですね、私が会社で、まあ、あの管理職に就いてたので会社に相談しても会社は会社員としての私の役割としてのアドバイスしかやっぱ出てきませんよね。例えば彼氏に相談してもやっぱり彼女としての私の役割っていうものがどうしても入ってくる、家族からしたら娘としての目線で、私からすると占い師さんと話す時間ってすごく癒しというか感動があって、それが何なのかっていうと、唯一私神の陽子を神の陽子として話を聞いてくれたっていう感動があったんですね。その時で言うとあの産業カウンセラーいるんですよ、府内総研にも、医者にもかかってました、ドクターにかかってました、まあ、漢方と薬もらってけど患者さんなんですよね、医者から見ると。で産業カウンセラーさんからすると自分が取引してる会社の社員さんなんですよ。けど占いっていう何か不思議と私その存在そのものの意義とかを見出してくれて話をしてくれたっていうところで、あの占いによってすごく救われたっていう感動があって、私占い師になろうと思ったんですよ。
これが私が最初に占いと触れ合った接点です。で、もともとは私占い大嫌いでした。弱者のものだと思ってました。自分で物事を決められへんアホが使うもんやと思ってました。本当に思ってたんですね。で、私の母親が霊能者なんですよ。で、母親に対するコンプレックスもあったと思います。それぐらい嫌いだったものに、自分が病んでしまったことをきっかけに触れたその接点のところで、ものすごい感動を味わった。で、初めに私を見てくださった先生が良かったっていうのもあると思います。運が良かった。で、私はそれを通じて もっとこれをいろんな人が使えばいいと思ったので占い師になろうと思ったんですけど、人の話を聞く適性がなかったので致命的、はいはい、東京からツッコミが入ってます、はい、人の話を聞くことができない人は占い師になれません。苦痛でした。友達の占いをしているうちにマッハで諦めて、事業側に回ろうと。それで立ち上げたのがフリーランスで、動画を撮って、占い師さんの動画を撮って、鑑定光景を撮って、考え方を公開して、誤解のないまっすぐな占い師さんのメディアっていうのを作れば、みんなが見て、みんながもっと占い使うんじゃないかと。それで立ち上がったのが占い師 TV です。前衛ですね。私今日お召し交換させていただいた方では、まだ裏側にですね URL あると思うので、それまた見ていただけたらなと思います。ここまでがですね、一応その占いとの最初の接点でした。で、自分を自分たらしめるものっていうものを教えてくれた占い師さん、いろんな役割あります。社会でいろんな人、いろんなですね、社会の役割にまみれて苦しい思いしてると思います。内装圏でも、私以外にも病んで辞めていった人も何人もいますし、普通に友達の話聞いてても、やっぱり仕事の現場で一生懸命頑張ってる女の子を病んでしまってる子もたくさんいます。で、そういう子たちに対して自分を自分たらしめるものっていうことを教えてくれた占い師さんに対して、それをもっともっと世の中に広げていってほしいなっていう思いがまずあります。でですね、仕事でこうわーっと言って、仕事できなくなって、わー私ってなんだ私なんでゴミだみたいになった時に、心の中何で満たされて、 何でいっぱいだったかっていうと、もうただただ孤独だったんですね。社会とのつな、がりを断たれてしまったっていう思いで、横のつながりとももうだいぶ人間関係もダイエットされました。なのでただただ孤独だったんですけれども、その占い師の技術によって、無価値観、自分の無価値観という孤独から私を引きずり上げてくれた。例えば何千万稼がなくたって、例えば、まあ、5人も6人も自分の部下がいなくたって、コンサルタントとしてのレコードがついてなくたって、あなたはこういう価値がある人間として生まれてきてるんだよっていうことを教えてくれたのは占い師さんなんですね。で、それは根拠ってないですよね。伝説に近いですよね。根拠あるんですけど、運命学、命線、チャネリング、いろんな手法ありますけど、なんでなのかって言ったら、実は誰も知らないんですよね。占いってこうなってたからみたいな統計学的なものなんですけれども、私にとってはすごい救いだったんですね。それはなので、この感動を世の中に伝えたいって思っています。で、皆さんはそれを、体得している技術者であって、ものすごく尊敬しています。私はできないんで、人の話聞けないんであとやっぱりものすごい難しい勉強していらしていることも私は理解しています。すごくご自身の技術の研鑽に投資されていることも分かっています。で、それをもっと付加価値をつけて社会に対して、発信していきたいという気持ちが大前提としてあります。で、それまではもう理屈と数字の世界で生きてきたですね。私はマーケティングって結局過去から未来を予測することなので、数字がいくらだったりとか、集客はいくらだった、そういうところから未来はきっとこういうチラシが当たるだろうとか、集客これぐらい来るだろうか、これぐらい売り上げ立つだろう、結局過去の産物からの予測に過ぎないんですね。で、そういう世界でずっと生きてきた私からすると、そういうその占いっていう技術っていうのはものすごく斬新でした。で、ここからが本題なんですけど、はい、皆さんにとって仕事って何ですか？私は仕事って社会とのつながりだと思ってるんですよ。
で逆に言えば自分がこれで社会とつながってるって思えればそれは全て仕事なんですね。例えば子育て、子育ても子育てを通じて例えば、まあ社会とつながっていく、世の中の幼稚園の横のつながりができていくっていえばそれはお母さんにとっての立派な仕事ですし、家でパソコンを使ってゲームを作る、でそれによって誰かがそのゲームを楽しんで、プレイしているっていうことがつながりなのであれば、それも仕事。仕事っていうのは唯一人間が生きている活動の中で社会とつながることが目的だと私は思っていて、仕事を失ったんですね。私はその鬱になって仕事を失って、その時に一番怖かったこと、先ほどもお伝えしたようにやっぱ社会とのつながりを失うことがすごく怖かったんですね。で、私船井総研にいた時にたくさんのパートタイマーの方と仕事をした経験があります。なんでなのかっていうと、不動産業界で営業さんの教育をしましょうというふうに研修しても、不動産の営業、不動産会社のさんの不動産の営業マンで働かんやつ半分ぐらいいるんですよ大体。でそうなんですよ。その人一生懸命働かすので大変なんで、そうではなくて、その人にパートさんを一人つけることで生産性を 1.5 倍にしましょうというような私は提案をしていたんですね、船井総研の時。なのでパートさんを採用して、教育して営業さんとつけて T アップの営業研修か、そういったことをしていたんですけれども、今までいろんな人と一緒に仕事してきましたけれども、その時のパートさんが一番モチベーションが高かったんです。優秀でした。その上、まあ家庭を回すっていうことで事務処理能力があるっていうのもあると思うんですけれども、その時なんてヒアリングしたことがあるんですよ。なんでそんなに一生懸命頑張れるんですか、私だったらそんな仕事できません。すごく単純な小さなことを心を込めてやり遂げるんですね、お母さんたちって。で大体どういう人を採用していたかというと、まあ、子供が小学校高学年になって手が空いたと、子供が手を離れてやっとなんか社会に入って働きたいけどレジ打ちはやだな、もうちょっとなんかこうお役に立てる、人のお役に立てる仕事したいなっていう感じで、こう不動産会社さんだったりとか大きな企業さんに入ったという女性たち、彼女たちに聞いたんですね。なんでそんなに頑張ってるんですかっていう話を聞いた時に、毎日毎日家事をしていると自分がこの世の中で生きていていいのかどうか分からなくなる時があるっておっしゃったんですね。承認欲求に飢えてたんですよ。自分が仕事を通じて人に認められた、人に、必要だとされているっていうことを体感するっていうことに、お母さんの生活が長かった方っていうのは飢えてたんですね。で私が、そのパートさんの仕事のコーディネートしてる時に、営業さんからしたらやりたくないめっちゃ面倒くさい多くのことを全部やってくれるわけですよ。ものすごい感謝されると。でそこで、そのまま、営業さんに昇進する女性もいれば、パートリーダーという形でどんどん社会に出ていく女性たちのっていうのをたくさん見てきました。で何が言いたいかっていうと、同じことを占い師さんと社会とでも実現していきたいと思ってるんですね。占い師さんと1年間一緒に仕事をしてきて思ったことが、やっぱりまだ社会とつながりきれてない現場っていうのがすごいあるなと思ったんですね。一人で占ってお客さん幸せになってるけど自分はその影にいるというか、だったりとか、自分が一人で占いを追求してこれでいいねんっていうことだったりとか、横のつながりが結構薄かったりとか、ライバル意識だったりとか、そういったところがあって、でやっぱりどこか社会で占いっていうものが誤解を受けてるせいで斜めに見られてるっていうところがあって、そこをもっともっと底上げをしていくことで、占いっていう仕事っていうところを通じてみんなのその業界全体のなんていうんですかね、承認させたいというか、そういう感動を作っていきたいっていうところがあります。占い師さんであることにもっと占い師さん自身が誇りを持てるような、そういう社会にしていきたいと思ってるんですね。でそれはどうやって実現していけるかというと、やっぱりその占いっていう仕事を通じて通じてでしか実現できないと思っていて、世の中に
いくつの仕事があるかっていう話になるんですけど、この前ですね、総務省か、総務省に電話したんですよ。でそれとあるこの間金子さんめっちゃ笑ってるとある人の命令により日本の占いの館の数を数えなきゃいけないと。で占い師の人数も数えなさいと。ってなったら総務省電話しますよね、統計局に電話しました。でその時に占いの館が日本に大体何軒ぐらいあるか教えてくださいと。何軒ぐらいあったと思いますか。結論から言うと分からなかったんですよ数えられてないんです。占い師の人数も占いの館の数も。なぜかというと2167職種があります、日本には。で1万種類近くの産業がある中で占いっていう言葉ってないんですよ。で聞いたんです。で占い師さんいっぱい世の中にいるし館もいっぱいあるじゃないですかと。どこに入ってるんですかって、その他に入ってるって投げやりに言われてその他って何やねんと思ってカチン来たけど、どう頑張っても教えてもらえませんでした。なんで占い師っていう仕事は社会的に存在してない、まだ存在してない。 でもですね、新しい仕事って毎年出来上がってきてるんですよ。例えば、去年出来上がった仕事で言うと学習のコースをコーディネートする人っていう職種が新しくできたりとか、はい、ね、それは産業細分類に入ってます。入ってるんや。で占い師ないです、悲しくないですかめっちゃ悔しいと思うんですけど、聞いたことないような分類とかあったよね。そうなんです、そうなんです。だけど占い師ないんですよ。なんでなのかっていうと根拠がないとされてるからなんですね、技術に。ただ占いという技術誰も守ってないわけですよね。つまり産業細分類に占いっていう言葉も残ってなければ、産業として占いっていう産業も確立されてないっていうことは、誰も意図して守ってないんだけれども残り続けていると。で、日本最古の職業とも言われています。卑弥呼、卑弥呼ね。なんで残り続けてるのかというと、私は必要だから残ってるんだと思うんですよ。人にとって必要だから残ってる。で、もともとは運命学としての占い、あと気学としての占い、奇門遁甲で運気を上げるっていう技術、あと、潜在意識ですね。潜在意識、まあそれは今かなりいろんな書物が今出てますけれども、潜在意識とつながる技術、あとカウンセリング的要素、それらがですね、これだけ価値を持って残り続けているのに、それを使う側、ビジネスの世界に持ってきて販売している側が占いに対する理解がないゆえに誤解が残り続けているとっていう状況がある。で、その私が今の現代の中で占いの価値って何だろうっていう話をよくですねこの図式でするんですけれども、私はですねここで働いてました。ロジカル、頭を使ってロジカルに問題解決する、これ問題解決のマトリックスです。どのように問題を解決して予測して解決策を出していくかっていうマトリックスで、頭を使ってロジカルに解決するっていうのが MBA だったりとか、まあ、船井総研もそうですし、野村総研もそうだろうし、マッキンゼーもそうだろうし、いろんなコンサルティング会社、まあ、コンサルタントの方が使うのはここだと思います。で逆にロジカルに心のことを読み解くことということで言うと、まあ、心理学とかコーチング、カウンセリング、まあ、フィーリング、なんとなくいいよねっていうものを頭で考えて実行することには芸術だったりとか、まあ、クリエイティブ職っていうものがありますよね。電通さんとかがやってるような、でブレインストーミングだったり、このいずれにも当てはまらない知覚できない問題の盲点を把握できる技術として占いっていうものは存在してると思います。なので
よくね、占いの価値を議論する際によく言われることで、占いで全て決めるのはナンセンスだみたいな話ってあるんですけど、占いで全てを決めるなんてことはありえないんですよね。基本的には自分の頭で考えて、普通に考えてこうだよねっていうところは自分で考えた上にチェックするような形で占いを活用する。例えば名付けなんかその最たるものだと思うんですけれども、自分の好きな名前つけたい、ももちゃんにしたい、ももちゃんにしたいんだけど、ももちゃんでいいのかどうか知りたいっていう使い方ですよね。そういう知覚できない目に見えないこと、例えば運気っていうことに関しても、正東洋の占いだと五行っていう考え方をしますよね。五行のバランスっていう考え方をするときに、それが果たして本当に、正しいのかどうか、問題ないのかどうかっていうのをチェックする。またですね、まあ、カードタロットカードでもそうなんですけれども、頭で考えうることは考え尽くした上で盲点、自分が気がついてない問題を出すっていうことができるのも占いだけです。ただね、だいたい船井総研にコンサルティング頼む、月いくらでしたっけ、私のフィーなんちゃって、すいません、やめときましょう、ちょっと生々しいんで。だいたいですね、プロジェクト、まあ、500万からですね、500万からだいたい。コーチングのせ、コーチングとかでだいたいいくらぐらいだったんですか、1日。内装券はまあ大体25万ですね、1日。まあ、芸術はもう分かんないですよね、ピンキリ、これはもうなんかこんな感じですけど、占いって今相場悲しいかな、やっぱこれぐらいの価格帯になっていると。問題解決の効率としてはかなり重要な役割を担っているのに、価格はこの価格でなんか今ホールドされていると。これには事業主が占い師さんを使って儲けているビジネスサイドの人たちの意図もありますし、マーケティングを勉強してこなかった占い師さんの責任もあると思います。両方ある。でこれをもっと付加価値をつけて上げていくために何が必要なのかっていうことをみんなで考えていけたらいいなと思いますし、そのためにはどうしたらいいのかっていう話を、今日ちょっとみんなで考えるきっかけになればなと思ってます。でですね、占いのこの盲点っていうところの価値っていうのをもっとみんな自信持ってほしいんでね、一つ話をしたいんですけれども、盲点っていうことはつまり自分が知覚できてない意識ですよね。っていうこと、潜在意識って言いますよね。潜在意識とかって普通に使いますよね、日常生活の中で。こちらがですね、強烈な出来事や度重なる経験は潜在意識に蓄積されると。そしてその潜在意識が顕在意識に変わって代わりにですね、驚くべき速さで正しい判断をするようになり、あらゆることを真剣に繰り返すことにより潜在意識が迅速正しい判断を下りになります。これを言っているのは京セラの稲森さんです。稲森さん知ってますよね、稲森さん。合ってますこれ。これね。で、潜在意識っていう言葉って商標を取られてます。稲森さんが持ってます。商標登録稲森さんが持ってます。どういうことかというと、それぐらい経営者っていうのは潜在意識を大切にしてる方多いです。最近上場したリブセンスの村上太一さん、私の一個下かな。で東証一部上場しましたけれども、彼も毎日何しますかって言ったら、寝る前の潜在意識の調整をしてますって言ってました。私の年下の男の子が。それぐらい経営者にとって潜在意識って当たり前のことなんですね。だはい、こっち誰でしょう。はい、杉田さん。これですね、孫さん。孫さんがソフトバンクの白犬と黒人と家族の設定っていうのを占いで決めたっていうのは有名な話です。はい、なんかこういろんな説ありますけれども、あと関西で有名なので言うと玉でスーパー玉での社長も全てお店のカラー方位全部占いで決めてます。でそれぐらい自分が知覚できないエネルギーのことに関してものすごい経営者の方って関心があります。
私の考えなんですけれども、チャネリング、まあ、名線、カード、それらすべて潜在意識とつながることができる技術なんじゃないかなって私は思ってるんですね。なので、潜在意識で思ってることが全て実現化するって、もうきっとみんなの中で常識になってますよね。でその中で、脳みその の反射して、例えばこれ私が今こうボンって叩いた、ボンって叩いたっていうのを、これ意識してボンって叩くぞって言って叩いてるように見えて、脳科学的には先に叩いてるらしいんですよ。先に叩いて叩くぞって思ったっていうのが後らしいんですね。どういうことかっていうと、人間潜在意識で自分のコントロールしてないんですよ。それは全て潜在意識で自分の行動というのに決められていて、潜在意識っていうのは稲森さんが言うように、出来事や度重なる経験によって蓄積されてるっていうのが定説なんですね。自分の人生に起きたこと、で自分の人生に起きたことを自分がどう解釈してるかの、この2つが潜在意識を作っていくと。でそれの書き換えをするっていうのが皆さんの技術だったりとか、カードで引き出してこう誤解を解いていくとか、そういうことを皆さんはされているっていうふうに私は考えてます。なので当たる当たらないじゃないんですよね。もう占い、 今もう最先端の解釈で言うと、だからバッて言いっぱなしでいい占いの時代っていうのはもうすでに終わっていて、本当は、潜在意識を出すと。あなたの今潜在意識こうです、あなた彼氏とうまくいかないと思ってます、じゃあそこからどうするかっていう技術まで求められている時代に今来てます。カウンセリングに関してですね、そういうところがで、まあ、これが私が占いの本質的な価値技術だと思ってるんですね。もっといろいろあると思います。もっといろいろあるんだけれども、こう人間の潜在的なところにリンクしていく、潜在意識じゃわからないところにリンクしていく。で占いに関する多大な誤解っていうのがありますよね。そういうことがあるにもかかわらず私が占いの仕事してるんですよって言ったら、みんなパッて手出しますいや手相見れませんから、な、見れへんのかってがっかりされるという占いって資格ないですよね。実は台湾とかだとあるんかな、同士っていう国家資格あるんですよね、確かね。で日本には占いっていうのは資格がないので、悪く言ってしまうと誰でもできちゃう。例えばカード買ってきて、パッと読めば、まあ、見るよって言って遊びでやってる子もいますし、まあ、誰でも名乗れちゃうっていうところが、占いを言いっぱなしで何にもケアもしない人と当たってしまった場合でも、あ、占いって変な誤解をもたらす危険性が高い人がいっぱいいるっていう意味ですね。玉石混合、いろんな方いるので、なのでまず資格がないっていうところが一つ。あとやっぱメディアの影響っていうのはすごく大きくて、オセロの何でしたっけ、中島さんの洗脳事件、あとなんだ細木和子が墓を売っていたとかで、やっぱそういう話面白いですよね。今私が50万の木と売りつけられそうなって話、やっぱ面白いですよねだからそういうところやっぱフォーカスされてしまうというところで、占いに対するイメージ、特に占いを受けたことがない人が占いに持つイメージっていうのが悪すぎるっていうのがまずある。で次3番、さっきちょっと話した話なんですけれども、占い従事者、皆さんですね、占いをする側とビジネスサイドの責任、ビジネスサイドからすると、占い師さんを、まあ、鑑定してもらって、で鑑定して売り上げた分の、まあ、半分を戻しますよというような、料金体系になっていると。でそこでですね、電話占い市場を例に挙げさせてもらうと、電話占いで今メインでされている方、そうですね、ジュナさんとお二人ってなってくると、病んでる人ってやっぱり比較的対面に比べたら多いと思うんですよ。半分ぐらいが本当は多分病院に行かなきゃいけないそうなんですけどけど彼女らその病んでる人たち、本当は精神療内科に行かなきゃいけない人たちが一番電話業界の、収益を支えてるんですね。でそういう人に対して、まだきちんとした占いの技術を持って対応しようとしてる方ってすごく真っ当で正しいんですけれども、これ本当の話なんですけれども、
心斎橋のキャバクラとかで聞く話によると、あの占い師のふりして半分心が病気の人から延長時間を取るための、嘘占いマニュアルみたいなものが60万とか70万で流通してます。現物見たことありますけど、よくできてます。それぐらい儲かるんですね。やっぱり人の心の闇を商売にするのコンプレックスビジネスって呼ばれてまして、ダイエット、健康、あと、キャリア、そういうのコンプレックスビジネスっていうのはやっぱりすごくお金になるんですね。占いも漏れなくその一部で、悪用しようと思えばいくらでも悪用できてしまう。やっぱりそれぐらい儲けようと思えば儲けれてしまう。で、逆に占い師さん側からすると技術にばかりこう頭がいってしまうというか、やっぱりマーケティング自立、自分で集客をしていくというところに対する、まあそれを教えてくれる機関もないですし、なかなかそう簡単なことではないことは私も分かるので、あのそういう館だったりとか集客を代わりにしてくれる業者さんの下で働くっていうのが一般化してるっていうことがあって、占いでも占い資産が思ってる占いの実態と占い師さんを使って儲けてる人が世の中に発信する情報っていうのは全く乖離してますので、心が病んでる人を集客しようと思えば彼の気持ちが今すぐ分かるとか、感涙的中とか、愛の占いみたいなのよく分かんないですけどね、不倫解消分かんないですけど、そういうキーワードを使って広告を打たなければならない。でそれは占いの実態とはかけ離れたものであるわけであって、そういうですね、過去のビジネスの残骸が作ってきた誤解っていうのがまだ今なお残ってますよっていうことがあります。で実際にけどいい占いをしている方っていっぱいいます。いい占いっていうのはいろんな意味でですね、経営者のお抱えの経営者がたくさんいる意味でのいい占いだったりとか、ビジネスユースしての占いで、そういう方を例えば私が占い師さんに聞いたアドバイスでビジネス成功したって言っても、やっぱり人に言えないっていうのはこういう誤解があるからなんですね。占いを使って自分のビジネスを成功させたと、まあ、あたかもなんか自分で考えてない、自分で努力してないかのように聞こえちゃうんだけれども、実際はそうではなくて、占いで最終チェックをしながら、まあ、自分にとって運のいい方向に、転ばぬ先の杖じゃないですけれども活用していくということがどこか恥ずかしいという風潮が今まだなお残っていると。それなんでなのかっていうと、まあ、この3つと、あとやっぱり占い師さん一人一人が長い先のことを見込んで、やっぱ情報をどんどん発信していくっていうのも重要だと思います。ただ10分2000円ね、20分3000円でやってたら、その20分の中で5分説明したら怒られますもんねなかなかね。なので、あの組織的にそういうことを発信していかなきゃいけないというところが、やっぱり自分のお母さんの職業を同級生に言えないって、あの言えない子供ももしかしたら肩身が狭いかもしれないし、言えないって思われちゃってるお母さんは絶対肩身狭いですよね。しかも私は 100% 誤解だと思ってるんですよ。それを変えていきたい。なので占いと社会とつなぐっていうのが叶えるコンシェルジュ協会の一番の目的です。で社会と占いとつなげるためにじゃあどうしたらいいのかっていうと、占いってこうなんだよこうなんだよって発信するのは私はあの成功法じゃないと思ってるんですね。発信して、まあ、伝えていくっていうこと重要なんですけれども、そうじゃなくてやっぱりビジネス、その経済社会の中で占いっていうものがもっともっといろんな側面で役に立って有効に使われていけば、絶対に占い師さんの地位っていうのは上がっていくんです。で今は市場、占いの全体の市場の中でさっきお話したような遊びとエンターテインメントとしての側面がフォーカスされすぎていて、あの占いの本質的な価値だったりとか社会に役立てていくことっていうのが、なかなかフォーカスされないんですけれども、社会的意義、効果、またニーズ、それに対して占いっていう技術を用いてメリットを提供していけば、絶対に単価も上がるし、占い師さんの社会的地位も上がれば、あ、私は占い師になりたいって若い子が言うようなイメージ、
そのためにビジネスの世界に皆さんが求められていることっていうものをお伝えします。私は占い師さんに自分の恋バナ聞いてほしいですよ。私はね、世の中の女の子も今の彼氏がメール返ってこんへんの何でやろって聞きたい人もいると思うし、困ってる経営者は自分のビジネスで聞きたいと思うんですけれども、ビジネスの世界で皆さんがどういうニーズを持たれてるかっていうところに関して言うと、あの社団立ち上げて株式会社キンダーガーデン創業してもう1年ちょっと経ってますので、いろんな方から占いこんなんできないのできないのっていう相談持ちかけられます。でその中でどういうことを求められてるかっていうと、バクッとこの3つです。集客、あと営業の補助ですね、あと経営者のメンタルコントロール、この3つに対して、何か可能性を感じられてます、多くの企業さんが。で今ですね、また後で話するんですけれども、大きいイベントだったりとか、先日もドコモさんが店舗で、占い、お客さんの待ち時間を、うまく活用するのに占い使えないかとか、あと保険屋さんとか、集客ですね、やっぱり集客効果も抜群です。占い師さんが手相見ますよっていうだけで、行こうかな行かへんかな、どうしてもいいかなと思ってる人がじゃあ行こうという触れる、これは占いの力で、その次に営業力っていうところは、まあビジネスなので、何か例えば宝石を売りたいと思った時に、あの運気が上がる宝石をコーディネートするっていうことも一つ占いのニーズとしてあります。占い師さんと組みたいって言ってる企業さんいっぱいあるんですけれども、安心して頼める組織人っていうのがどこにいるのか、どう探せばいいのかわからないっていうのが今現状なんですよ。なんで、あ、占いやったらあの子いるよって私のところにも仕事殺到してます。全然消化しきれてないぐらい でそれをあの皆さんと一緒に、その先ほど話した高い意義を持って従事していければ、絶対に占いの市場っていうのはもっともっと大きくなっていく。で3番、これ私も含めてなんですけれども、多分林も杉谷もなんですけど経営者のメンタルコントロール、ここもものすごいニーズがあります。あの平気で3万4万5万払うんですよね、え林さんね、杉谷さん杉谷さんもね、なんか遠くまで行ってどこに行ったんだろうと思ったら占いに行ってると。林さんも明日も大和高田まで行って神様と合わせてもらう。経営者孤独です。あの私も寂しい夜あります。でそういう時に味方になってくれる占い師さんっていうニーズ、この3つのニーズがあります。まず経営者に対して、占いで、サービスを提供していくっていうことで、ここもみんなでそれぞれのノウハウを共有して、みんなでたくさんの経営者を支えていきたいと思ってます。で営業力集客に関しては、まあ主にイベントだったりとか、あの、まあ、商品を作るっていうことになってくるんですけれども、皆さんの技術をぜひお借りしたいと思ってます。これをあのもっともっと作っていきたいっていうのがまずあるのと、次占いと社会貢献、非行少年非行少女だったりとか、あの障害を抱えている人だったりとか、なかなかまあ順当にトントン拍子に幸せに生きている子どもたちだけじゃないですね、世の中で、すごくまあ過酷な現状なんですけれども、18歳になったら自動的に施設で行かなきゃいけない、親と暮らせない子どもたちが世の中にはたくさんいて、でそういう子たちは親と一緒に生活をしたことがないので、愛情に関して多大な誤解を抱いたまま社会に放り出されてしまう。でそこはですね、誰も教えてくれないんですよね。あの施設の人は教育はすると、社会で生きていく術を教えるけど、愛情に関しては自分で誤解を解いていくしかないっていう時に、自分が何で生まれてきたんだろう、自分は世の中に本当って必要なんだろうか、自分は一体何で生まれてきたんだろうっていう疑問が胸の中で大きくなっていく。でそういう子どもたちに対して心理学的アプローチで解決することができると思います。あの夢を持たせることも教育でできるかもしれないけど、また全然違うアプローチで占いを通じて、あなたはこういう星の下でこういう輝きを持って生まれてきたんだよってお話ができるのは占いの一つすごい強みだと思うんですね。なので
その子どもたちとのコミュニケーションっていうのを占いを用いてやっていきたいで、これは 思ってます。もうチャリティーイベントっていうのを企画してのでやっていくつもりなんで、まあ、ギャラ出ないですけど、あの社会貢献だと思って、あのみんなで一緒にぜひやっていけたらなと思ってます。で、目標産業再分類に占いを総務省相手に、はい、かかってこいですよね職業分類に占いしよう。これが、まあ、私が死ぬまでに実現できたら、ちっちゃい石碑を、埋められなでてもらえてでも本当に思ってます。なぜかというと、まず私の母親が霊能者であるということで、やっぱり私が府内総研で本当に底辺まで行った時に占いがなかったら、多分私今のところ大東建託で営業してると思います。マジマジ大東建託経営者になろうとかは思わなかったと思います。自信をこっぱみじんにされて、そのまま自分のできることをやってたと思うけれども、たくさん の占い師の方が天性のこうリーダーシップを持ってるから自分で会社やるってのもいいんじゃないかっていう話をいただいたのがきっかけでもあってやってます。なので3、叶えるコンシェルジュ協会を通じて産業再分類に占いを、職業分類に占いしよう。そしたら世の中のお母さんたちが、胸を張って子供に、私は占い師だ、で子供は僕のお母さん占い師なんだよって言えるような世界にしていきたいなと思ってますし、なると思ってます。で、お願い事です。私が味わった感動をみんなに味わってほしいっていうのがもう基本なんですよ。言うと占いでもたらされる感動を全ての人に、で私が救われたあの喜びを全ての人に、やっぱ自殺者も減ると思います。送りかなっていう、ノベルティチケットを作って販売してます。ここに来られた1個ください。これですね。ここに皆さん載ってます。載ってます。で、これは何を目的としているのかっていうと、占いを、やっぱ占いを受けたことがない人に体験してほしいっていうところで、で、興味があるけど占いには実際に行けないっていう人たちに対して届けるために、このノベルティっていう形で占いのチケットっていうのを作らせてもらってます。で、これで、まあ、皆さんに広告費くださいっていうのは酷なので、15分くださいという形で最初の15分というものを協力してもらっているという流れになっています。これで占いと占い、社会とのつながりとなっていくような、チケットになればなというところと、あとやっぱり叶えるコンシェルジュ協会を通じて占いというものをもっともっと、世の中に使ってもらうということをイメージしています。